学校は早く終わったので友達の誕生日プレゼントを買いたいと思います。はい、今日あさってね誕生日プレゼントにお呼ばれしているのでクラスメートの女の子にね買い物に、まずは今日はご飯食べてないからお昼ご飯というか軽くなんか食べましょう。あとこれね。ね。このプレッツォって日本にもあるのかな。もちもちしたパンですごく美味しいです。アメリカに来た時はぜひモールに行ったら食べてくださいね。どこのモールにも必ずあります。ここはアンティアンだけど、あとなんだっけ、なんかいっぱい何種類かあるんだよね。このモールの中だけでも3軒入ってます。このプレッツォストアがそれだけ、3軒も入ってんだよ。最初ジャスティス見よ。いっぱいある。セヤさんだからね。ジャスティス。はい。お決まりのジャスティス見に行きます。見て。あ、可愛くないこの T シャツ。犬がバンダナつけてるよ。みんなここにもつけるんだ。あ、これ欲しい。いや、ちょっと待って、今日コトちゃんの服買いに来たんじゃないから。もう夏なんだよ。ね、置いてるものがね。すごい。透明になってるんだ。そういうの好きそう、キラキラの。結構それあれ強いよね、個性強いよね、そのカバンはね。わあすごいね、めっちゃ派手。かわいいじゃん。そうなの？見せて。なんていうキャラクターなのこれ。スクイッシュマローズ。あ、スクイッシュマローズって聞いたことある。これ一応持っとく。うん。何が出てくるでしょう。見せて。なんだと思う。星。アボカド。アボカド。あ、パパ好きそう。アボカド。これとかパパ好きそうだよ、パパ。アボカド好きだからね。あ、アバっていう子なんだ。名前ついてんだ。次どこ見るの？ビルドベア。ビルドベア。お人形一つ選んで。誕生日？違う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 、説明してんの。お人形を選んで、ここでハートを入れて。綿飴？綿飴じゃないよ。綿だよ。綿だよ。綿飴？
うん、これこの中にほらお人形の中にこの綿を詰めてぬいぐるみにしてくれるお店です。でこのハートを入れることによって自分の一つだけのぬいぐるみだよみたいな。なんでハート入れるんだよ。お人形用のお洋服や小物類がたくさんあります。これはちっちゃいです。めちゃくちゃ可愛い。ソーマはこれだね。ソーマが一番好きなのはこれ。コトが一番好きなのはこれ。こっちの方が可愛い。クレイジーエイト。すごい安くなってると思うよ。値段見てごらん。ソーマくんもあの夏のものとかさ。買う。ああ、ここね。いくらになってる？マミ。それの多分 50% オフでしょ。このジャケットも可愛いじゃん。本当だ。もともとここのお洋服屋さんはすごい安いんですが、え、マミいつも買ってくる。そうそう、クロージングセールで全品 50% 学校から帰ってきたら、あ、私お洋服買ってきたよ。ねえ、レジエイト。なんか欲しいの見つけた。私見つけたよ。さあ、相馬が気に入った服というのはどんな服でしょうか。じゃーん、持ってて、合わせてごらん。うん、ちょうどいいサイズだよ。それが気に入ったの？ちょっと待って。ちょっと多すぎた。見せて。だいぶ多いな。2回やっちゃったから。なくなんないよそれ。そばの。バイバイ。バイバイ。皆さんこんにちは。キラキラ妖精のコトちゃん、そばです。こんにちは。こんにちは。どっから帰ってきましたか？モール。はい、そしたら買ったもの見せてもらおうかな。オッケー。最初はお友達の誕生日パーティーに誘われたのでプレゼントを買いに行きました。はい、どこで買いましたか？もちろんジャスティス。はい、結局ジャスティスで買いました。クレアーズは見もしなかったね。ジャスティスって可愛いの見つけちゃったから、うん、一発目で決めちゃいました。せーの、よいしょ。イエーイ。じゃーん、コアラの、あんまりつけたらダメよ、プレゼントだからね。ぬいぐるみすごいふわふわなんだよね、毛がね。あとこれ枕みたいだから、これこの子を取って、ね、これ枕。そう、まあ言いたかったのに今。そうなの？その赤ちゃんコアラは外せるの？うん、外せるけど今ついてるから、ね、あれでつながってんだ。でも切れるのね、あのもらった人はね。ほら、あ、なるほどなるほど。これ何のキャラクターかはちょっとわかんない。コアラ。うん、コアラ。そうだね。コアラキャラ、コアラキャラクター。名前ついてないでしょ。うん。そう、こんな感じでプレゼントは選びました。ことちゃんが自分で決めました。で、アメリカのいいところは、日本もそうなのかな、わかんないんだけど、ギフトレシートっていう呼ばれるものがこう必ずもらえるんですけど、どこで買い物をしても値段が書いてないの。バーコードだけで値段が書いてなくて。これを、そう、プレゼント渡すときに、あの、カードとかに下に入れて渡すんです、大抵ね。これは何のためかっていうと、もらったものが、ちょっと好きじゃないわとか、全く同じもの持ってるわとかっていうときに、返したいときに、お店に返して他のものに取り替えたり、現金として、キャッシュとしてもちろん返してもらうこともできるはずなんですけど。で、一応値段が、ほら、取り替えない場合は値段わかんないまま。で、取り替えた場合は値段わかっちゃうけど、まあ、ここに値段書くのはあれなので、こういうギフトレシートというものがもらえます。次。
自分たち。なぜかお洋服をいっぱい買ってきてしまいました。では最後のご挨拶お願いします。皆さん見てくれてどうもありがとう。